カエルの造天プロマヨールとは、アステカの中心としてのチティトランの中心にあった巨大な神殿。テノチティトランは、スペイン人によって16世紀に破壊され、その上にメキシコシティの町が建てられたが、1978年以降に大規模な発掘が行われ、その構造や建築過程が明らかになった。大量の遺物が発見され、 アステカ文明に関する知識が大幅に進歩した。今では、テンプロマヨールは、アステカの偉大さを象徴する、建造物になっている。世界遺産、メキシコシティ歴史地区とソチミル湖の一部をなす。テノチティトランのミニチュア。中央奥が、テンプロマヨールテンプロマヨールとはスペイン語で、主神殿、大宮殿を意味する語であり、ナートル語ではウェイテオカリ、すなわち、大きな神の家と呼ぶ。 テノチティトランの中心部には、壁で囲まれた25ヘクタールほどの聖域があった。この聖域には78ほどの建物があった。テンプロマヨールはその中心的な建物であった。テンプロマヨールの階段ピラミッドは西を向いて建てられており、その上に、軍神でメシカの守護神でもあるウィチロポチトリと、アステカ以前から信仰されているアメト上の神。 トラロックのそれぞれを祀る二つの神殿が並んでいる。正面の階段も二つあった。アメリカ合衆国の人類学者、アンソニー・アベニによると、テンプロ・マヨールは、真西から七度南を向いて建てられており、春分に二つの神殿の間から太陽が昇るように設計されているという。伝説では、ウィツエルポチトリは、コアテペクで、姉の子ヨルシャウキと戦って勝ったとされており、 またトラロックは人間に与える死と水をトナカテペトルという山に保存しているとされる。ピラミッドはこの二つの山を象徴している。テンプロマヨールは1390年頃からスペインに滅ぼされる1521年まで長い時間をかけて次々に作り直され、支配者の仕事の一つにテンプロマヨールを拡張することがあった。古いピラミッドの上から新しいピラミッドを築き、 少なくとも7つの段階が確認されている。最終的に高さ40メートルから50メートルに達し、底部は約82メートル四方になった。テンプロマヨールの手前には円形の低い建物があり、エーエカトルの神殿になっていた。聖域内には、球技場と頭蓋骨置き場もあった。他に、シペトテック、テスカトリポカなどの神々のための神殿や、 ジャガーの戦士とワシの戦士のための館、及び、貴族の子供を教える学校もあった。16世紀にやってきたエルナンコルテス及び、アステカに敵対する、現地人の同盟によって、テンプロマヨールは破壊された。コヨルシャウキの、円盤メキシコの考古学者、建築家であるイグナシオ・マルキナは、テンプロマヨール他の建造物が、今のメキシコシティのどこにあったか落ちずに描いた。しかし、 500年近くも前に破壊された建物の基礎がそのまま残っていると考える人はなかった。1978年、電力会社の工事中に直径3.25メートルの巨大な円盤状の異物が偶然発見された。異物に描かれているのは殺された小ヨルシ社浮きであることが後に判明した。メキシコ政府は事態を重く見て、 同年エドゥアルド・マトス・モクテスマの主導する大規模な発掘プロジェクトが開始した。1970年代から1980年代にかけて、テンプロ・マヨールとその周辺の建造物の発掘を行った。イグナシオ・マルキナの地図に従って、円盤の発見地点からさらに西に掘り進むと、テンプロ・マヨールのピラミッドの下の方の段が出てきた。 テンプロマヨールの上には、それ自身歴史的に高い価値を持つスペイン統治時代の建物が建っていたが、発掘のためにこれらは破壊された。テンプロマヨールの各層から大量の奉納物が発見されている。コヨルシャウキの円盤や多数の人身獄が捧げられているのは、ウィツエロポチトリがコヨルシャウキを殺した伝説の再現と考えられる。しかしもっと多いのは、 トラロックに奉納されたもので、100近くがある。産後、貝殻、ワニなどの水を象徴すると見られるもの、またはこれらのものを描いた石器や陶器が奉納された。また、アステカ帝国やテノチキトランを称えるための奉納ものも多かった。ウィキメディアコモンズには、テンプロマヨールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。